皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ7月19日に放送された音楽番組「ミュージックステーション夏祭り3時間半 SP テレビ朝日系」に出演したナンバーアンダーバーアイと SnowMan2 組の共演に視聴者の間で再び物議を醸す事態が起きた写真あり公開処刑と歌唱力を批判された SnowMan ンメンバーそもそもこの2組には火種がありました 7月2日 2024FNS 歌謡祭夏、フジテレビ系では、平野翔神宮寺優太、岸優太の3人が、東部に移籍してナンバーアンダーバーバ愛を結成後、初めてスノーマンと共演しました。同番組で同じタイムテーブルに登場した2組は、それぞれパフォーマンスを披露後、お互いをたたえ合うように拍手。しかしか放送後 ファン同士による抗争が X 上で勃発今回も「M ステ」での2組の共演が発表された直後からお互いのファンの間では不穏な空気が漂っていました芸能記者いよいよ「M ステ」放送が始まると早速ファンは大荒れにまず最初に物議を醸したのはひな壇に2組が隣り合う形で並んでいるシーンです2組の間に見えない壁があるかのように 放送中お互いが話し合う様子は見られませんでした。その様子は嫌でもファンの目についてしまいます、堂前。これに X 上では、メメの隣にヌンベリスワラスのやめろを、わざわざジャニーと並べるなよ、ジャニーズとヌンベリ席話して頼む、と、互いの放送の口火が切られた。その後、ナンバーアンダーバーアイは5月にリリースした平野ショープロデュース曲、ボン。 SnowMan はメンバー渡辺翔太出演ドラマ主題歌「君は僕のもの」を披露。今回はパフォーマンス披露後にお互いを称え合うように拍手するシーンは映されず、穏便に終わった、かと思いきや、ここでもファン同士の舌戦が X 上でが繰り広げられた。ムンベリ口パク下手すぎかよ。世界狙うなら口パクやめなよ。とナンバーアンダーバー愛を批判する声が出たかと思えば。 やっぱスノーマンって歌下手だな。渡辺が特に、SnowMan の歌聞いてやっぱジャニーズは歌下手で安心した。と、SnowMan のパフォーマンスに疑問を呈する声も出た。SnowMan のメインボーカルを務める渡辺さんですが、THEMUSICDAY2024 日本テレビ系に出演した際、TOMORLO×TOGAZERTXT の HUENINGKAI 主任会。 とのコラボ企画でベテルギウスを生歌披露しましたが、公開処刑と評されるほど、その歌唱力に批判が集まっていましたからね。一方、ナンバーアンダーバーア i はグループ脱退時に平野さんと岸さんが海外進出を目指すと発言をしていたものの、デビューしてから7ヶ月経っても、日本の音楽番組にばかり出演。キンプリからの脱退を、夢のためだからと応援していたファンからも不満の声が飛び出しています。 さらに、今ではキンプリに残った永瀬廉さんと高橋海人さんが真剣に海外進出を考えていることが報じられています。あの3人の脱退は何だったのという疑問が出てくるのも仕方がありません。どうまえ。どちらかが海外脱出をしないと、この争いに決着はつかないのかも。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。